何神殿？待って、お墓死んでる。ええ死んでるんだけど。神殿じゃなくて死んでるんだけど。はい、そして3軒目。ん？これってもしかして、え違うよね。ちょっと君たちごめんね。ん？違うよね。もしかして全部同じ家なんかなって思ったけど、それはさすがに違うか。3軒目の家の人は？家の中かな？この辺なんかあったりとかする？しないね。うんうん。てか特に掘り起こすところなかったけど。ねえ。何に使うんやろ、このスコップ。ちょっと逆に。ちょ、不安になってきたぞ。見落としがあるか？なんかめっちゃ機械的な家になった。うわ、びっくりした。どうも。研究は失敗したんだ。何？何の研究？なるほど、この子が研究をしていたわけだね。でもなんか、ホラー的な要素はなくなってきたような気がする。めっちゃ未来的な感じやね。研究は失敗。エラー！あれが失敗したってことか。エラーが出たから。ふんふん、何の研究やったんやろ。え？なにこれ、なに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 ？え、怖いんだけど。え、なに？なに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 ？何の研究？これスイッチ押したら。びっくりした。そういう感じなんや。え、これ大量爆発するとかじゃない？違うん。え？なんだなんだ？めっちゃなんかね、ここでなんか、非関係のものを扱ったら一気におしまいになりそうな気がするけど。はい、そして、奥の部屋に行きたいんだけど、ちょっとそこ通れない？通れないね。じゃあ、とりあえず右側の部屋に行くか。はい、右側の部屋。あ、ロボットや。ロボット、あれ？あれは、あの赤い目のやつってさ、一軒目の家と、二軒目のね、キッチンにおったやつじゃない？え、もしかして、本当ならこれじゃないといかんかったんやけど、これが暴走して、こうなってしまったってこと？てか、こうなってしまって暴走したってこと？なんか赤いし、ちょっとね、ちょ、なんか人間に反抗しそうな感じじゃない？偏見？なんか青の方が正常に作動してそうな感じがする。でも最初の女の子が向かい合っとったロボットも赤い目あったんよね。はい、それじゃあ2階へ。なんかすごい、オフィス感が。しかし、めちゃくちゃ荒れている。すげえ荒れてんだけど。何があったんだ？そしてなんかね、オフィスに似つかわしくない感じの、お？え？なにこれ、なにこれ、なにこれ。3つの点に、2つの点に、2つの点、でも位置が違う。ん？もしかして展示とかかな、これ。そういうことではない。何かの暗号なんじゃないの？これなんか、3つ並んどるけど、ちょっと、3文字の言葉になるとかそういうことはない。あそこにロボットおる。あの棚の後ろにロボットおるよ。ここ、ここ、ここ。ちょ、待って。あ、もしかして。え、なんか2台おるんやけど。私はちょっと女の子が座っとんじゃないかと予想したんやけど、2台おった。このロボットが、なんか暴れて、こういう感じになったってことかな、もしかして。ロボットを使った研究をしよったんやけど、じゃそのロボットが暴れて、制御が効かんくなって、じゃなんかこういうね、しっちゃかめっちゃかな感じに。
お、そしてやっと奥に行ける。じゃあ奥の部屋に。お、奥は、あ、ここにも、ここにもなんか反逆してそうなロボットが反逆してそうなロボットがおるけど、でもそれ以外は別に普通な感じかな。これは何、ひそかに潜んどんかな。もしかしてさっきの研究をしよった研究員か博士か分からんけど、あの人の目を盗んで、ちょ、なんかここに隠れて、でそのうちなんか悪さをしようと。まあ、あの悪さなんていう可愛いものじゃないかもしれんけどね。ね、もしかしたら外におった私が見えるのっていう、あの、幽霊さんたちと関係があるんかもしれんもんね。殺されたとかそういうのかもしれんし。え？何？これ文字じゃないよね。え？数字。数字や。何の数字これ？何なんやろ？日付？あ、なんか。これめっちゃ気になるよね。超気にならん？ほら、3つの点、1つの点、5つの点。え、これ絶対なんか展示とかじゃないん？え、違うかな？え、違うかな？でもそれやったら調べんとわからんよね。展示ってあの、小学校の時に習ったけど、いや、でも、活用しないから全然わからないわ。それか誰でもわかるような。ちょっと考えたら誰でもわかるような暗号なんかな。なんなんやろ。まあ、なんかロボットたちが、ちょっと反逆、研究に使われていたロボットたちがちょっと、ね、暴れ出してしまったということなのだろう。この人さっきの人じゃないの？さよなら。え？なに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 ？もうなんか、この家で全てが終わってしまう。ちょっと、入ります。荒れ果ててる。え、めっちゃ荒れ果ててるよ。荒れ果ててるけど、相変わらず、家具だらけなのね。あ、メッセージは何もない。ふんふんふん。とりあえず、左の部屋に行こうか。お、二人のロボット。そしてなんかさ、腐った株とかはあるんやけど、ちょいちょい美味しいオレンジとかね、美味しい桃、美味しい梨、美味しいリンゴ、美味しいさくらんぼ、そして、ロリポップがいっぱいある。なんだ？え、何があったの？どういうことなんだ？君たちはなぜ二人でそこに並んでるの？何かを隠してるの？その箱の中に何かがあるとか、そういうことじゃないかな。はい、そして奥の部屋に。こういうとこの影とかには何もないね。はい、じゃあ奥に行き、あれ？入れない。こっちからか。はい、奥の部屋へ。なんかカエルだらけになった。なに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 ？めっちゃめっちゃカエルだらけなんやけど。どうした？え、どうした？何があった？何が起きた？え、なに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 ？カエルたち、どうした？操られてるの？あのロボットに操られてるのか？カエルたちまでもが、ちょっと人間に反抗しだしたとか、そういう。こう、今まで人間たちに使われてきた、虐げられてきた者たちの積年の恨みみたいな。別にカエルそんなに虐げたことないけど。はい、それじゃあ、右の部屋へ。びっくりした。一瞬めっちゃびっくりした。で、このさっきからあるマネキンは、人ってことなんかな？え、どうなんやろ。あ、お風呂あるやん。待って、ここは。トイレやった。
トイレやった。あー、何かあるかと思ったよ。びっくりした。これはあれなんかな、ロボットとか動物が支配する世界になって人間たちは虐げられてこういう感じになったっていうことなんかな。こういうなんかね、ミスポらしい格好させられて、じゃなんか雑用とかさせられて、そういうことかな。なんかどう、こう、システムエラーが起きたことによって、まあ、ロボットたちによる反逆、そして、まあ、ロボットたちが支配する世界になったことによって、動物たちも人間に怯えるんじゃなくて、ロボットに怯えるようになって、言うことを聞くように、みたいな。はい、2階へ。何、神殿？待って、お墓死んでる。え、死んでるんだけど。神殿じゃなくて死んでるんだけど。え？マジか。なんでこの音楽？おめでとうみたいな感じやん。じゃ、結婚式でも行われるかのような感じやけど。あれなんかロボットの気持ちを、ロボットとか動物たちの気持ちを代弁した感じなんかな。おめでとう、人間が死んだよみたいな。明るい。はい、そして地下へ。うわー、待って、怖いんですけど。ん？これ、外にいた人たちじゃない？え？だよね。あ、さっきの、あれか、2階にあったお墓って、この4人のお墓ってこと？え、そういうことじゃない？え、そういうことじゃない？ってことで、やっぱり外をうろついてたこの人たちは、幽霊。で、この子たちは何やったんやろ。あ、なに、びっくりした。何もないと思っとった。Not afraid to die. 死を恐れることはない。いや、怖いでしょ。Meet again.in, なんていうか、heaven. Meet again in heaven. 天国でまた会える。え？恐ろしい。ん？死を恐れることはない。天国でまた会える。この人たちがやったってこと？いや、でも研究失敗したって言ったよね、この人。研究は失敗した。あ、みんな同じ服着とる。うわ、やだ、私もなんかめっちゃ信者みたいな感じ。めっちゃ信者みたいな感じなんだけど。研究は失敗した。あなた私が見えるの？え？集団自殺とかじゃないよね。でも研究失敗だからな。人間以外の世界になったということなのか？ちょ、私の頭が足りなくって。きっちりとした解釈ができていない感じ。さよなら。この人は望んで死んだんかな？研究は失敗。でも何かしら集団で死のうとしたとか。でもなんか想定外にロボットが反逆してしまった。これあの4人のお墓？これマリンスーツじゃない？もしかしたら。ちょっと待って。一個一個掘り起こしていこう。重騎士の帽子。あ、これ一人目が被っとったやつ。そして、魔女の帽子とかじゃない？ほら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 。魔女の帽子。この人何やった？ダンディーな帽子。ダンディーなんや。ダンディーなんや。この人なんかシルクハットみたいなの被ってなかったっけ？シルクハット。ほら、あの4人死んでる。全員死んでる。そして多分これマリンスーツやと思うよね。ほらほらほら、緑のマリンスーツ。これで着替えて、そっか、ここのためにスコップが必要やったわけやね。じゃ、着替えて、
泳いでいきますか。とりあえず、上から飛び込めるんかな、これ。できんかな、飛び込み。できんかったっけ。なんかできたような、できんかったような。じゃ、とりあえず、ここから飛び込めるんじゃない？いける？着替えましょう。緑のマリンスーツ。帽子はかぶったまま。いきます。いけた、いけた。はい、これで、ここには一体、ここもスコップが必要とかじゃないかな。あ、サンキュー。びっくりした。あ、なるほど。これが、ここの夢番地かな。Do you know? ん？なんて書いてんだ？あ、見えない見えない見えない。Do you know? ブロイル？ごめん、ごめん、読めない。しかもあっちから来ちゃった。あっちから来ちゃったよ。これなんて書いてるの？ブラジルじゃないか。ブラジルじゃないか。とりあえずこれ夢番地です。そして、サンキュー。面白いね。最後のエンドロールみたいな感じ。なるほど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。じゃ、なんか最後の解釈が、4人が死んだことは分かったんだけど、あれは自主的に死を恐れることはないやもんね。天国でまた会える。なんかちょっと、なんか宗教めいた感じなんかな。